ハロハロ。ことわざを使って英語を学びましょう。今日のことわざは、足元を見る。相手の弱みを見抜いて、それにつけ込むこと。昔、街道筋や宿場などで、駕籠かきや馬方などが旅人の足の様子を見て疲れ具合を見抜き、そんな客の弱みにつけ込んで高い値段をふっかけたことが語源となっています。昔の人は、旅をするときは徒歩で移動していましたが、歩き疲れてくると、カゴかきというカゴに人を乗せて担いで運んでくれる人たちに頼むというのがこの時代のスタイルでした。今で言うタクシーみたいなものね。お金があまりない人は馬に乗って引いてもらう馬方にお願いしたそうです。お願いするときはその都度交渉して値段を決めていたみたい。足元見られても疲れていたら使っちゃうよね。この言葉は英語ではこんな風に表現するよ。Take unfair advantage of someone. 今日のチェックポイント。Unfair. 不公平な、ずるい。Take advantage of. 〇〇をうまく利用する。ちなみに、この英語の表現は、人の弱みにつけ込むという意味でよく使われるフレーズです。誰でも弱みはあるものだよね。そこにつけ込むやり方は、アリサは好きじゃないわ。そんなことして勝っても嬉しくないもの。正々堂々と勝負するわよ。ということで、今日はこの辺で。それでは、次回をお楽しみにね。See ya!